第5レース、1着となりました、野口大成選手ですわ、1着おめでとうございますわ、ありがとうございました、今日のレース、振り返ってはいかがだったかしら、そうですね、今日は冷静に、昨日ちょっと失敗してたんで、その分も取り返したいなと思って、今日は頑張りました、後方8番手からのまくり、強かったですわ、まあ、そうですね、まあ、たまたまだと思います、今日のこのバンクコンディションはいかがだったかしらそうでですね走っったた感じ軽かったんで いいコンディションだと思います風も気にならなかったかしらそうですね今日は全然風感じなく走れたんで、うん、はい良かったと思いますコーチバンクは相性いいバンクですものね野口選手にとってそうですねなのでやっぱり決勝を乗りたかったですね、うん、また今度来た時はぜひそうですねこの分まで今度は取り返したいと思います さあそして野口選手は次の開催は6月9日砦のレインボーカップに出場ですわどんな走り見せてくださるのかしらそうですねやっぱりちょっと大きいレースをしたいなと思ってますち小さなレースをしないように心がけて頑張りたいと思いますではその意気込みも込めて今回は親子高杯初日もお父様にコメントをいただきましたわお父様に一言お願いいたしますわ、えー、また明日から練習頑張ります